君の脳に直接届く妄想ルーのプライムです。さあ前回ね、サイキック編が終わりまして、今度新しい編ピンクのシナリオが追加されたんですけども、今回はね珍しく飛ばずに最初の方行きます。まあいいか、適当に行くかこれがこれですね。ここの部分で、B、マリがヒロインとして登場している。こちらを選んでいきます。マリがヒロインとして登場している。そして僕も出演してるらしい。そのお礼として僕はゲームの原作者から孤島の別荘に招待された。まあ、ここら辺は変わんないね。同じ大学の同級生でしたよと。二人でスキーを行ってから親しくなって正式な恋人同士になる日も近い。そのせいさき、マリのお父さんが北海道に転勤になり、お母さんが病死なこともあって、マリは大学を辞め北海道に引っ越してしまった。続いてたけど、ゆっくりと会う日はなく寂しかったよ。でもこの招待状はマリのところにも来ているはずだ。チャンス。というわけで来ました。僕の恋愛編です。急にテイスト変わるよね。今度こそ、グッドエンディングを見せられたらいいな。砕け散る波が小舟のへさきにかかる。規則正しいエンジンの音、潮の匂いをはらんだ熱い風が正面から押し寄せる。真夏の強い日差しが頭のてっぺんに落ちてくる。暑いわね。ほんとだ、こう暑くちゃやりきれないよ。あら、私は夏は暑い方が好きよ。え？だってすがすがしいじゃない。そうだよね。この辺は変わらないね。一年半ぶりに会うマリ、彼女はまた綺麗になった。ショートパンツに T シャツ、ラフな服装がかえってスタイルの良さを強調している。モデルにも引けは取らない。その輝かしさに圧倒されていた。いや、圧倒されてばかりではいけない。せっかく一緒に旅行に来たんだ。絶対にこの旅行中にマリと正式な恋人同士になってやる。よーし、僕は心に誓った。頑張るぞ。どうしたの？マリがキョトンとして僕を見つめている。しまった、いつの間にか声に出していた。いや、なんでもないよ。それより驚いたよ。あの時のことがゲームになっていたなんてさ。私もあなたからもらった電話で初めて知ったの。かまいたちの夜って題名で雪の別荘で殺人事件が起きるんだって。招待状をもらった後、僕はゲームを一通りやってみたが、マリはプレイしていた。あ、ここ逆だね、多分ね。普通の編だとマリがプレイしてて、僕はなんか知ったかぶりしたりしていろいろなるんだけど、自分が登場してしかもひどい目に遭うゲームなんてやる気がしないらしい。悪趣味だわ。私はそんなゲーム興味ないわね。でもすごく売れてるみたいだよ。全部をクリアしたわけではないが、ゲームかまいたちの夜の内容は、僕たち二人がシュプールに泊まったあの晩の出来事をゲーム化したものだった。本当にあの晩のことなの？偶然の一致じゃないの？マリは疑わしそうに言ったが、僕には確信があった。そのゲームは登場人物がシルエットで出てくるんだけど、主人公の設定と姿が僕とマリにそっくりだったんだよ。僕もマリもシュプールに行ったのはあの時が最初で最後だから、あの晩のことに間違いないだろう。ええ。マリは口ごもった。でもあの時はもちろん殺人事件なんか起きなかったし、スキーに簡単に楽しい時間を過ごしただけだ。アビコなんてやつも止まっていなかった。アビコ竹丸って誰なのかしら。さあ、ゲームソフト会社に問い合わせてみたんだけど、外部からの持ち込み企画なんでよくわからないんだって。わざと隠してるのかもしれないわね。でもあの晩のことを詳しくゲーム化できるなんて、あの時あの場所にいた誰かか、その知り合いに決まってるさ。だからこそ僕を招待してくれたんだよ。じゃあどうして私は招待されてないのよ。マリが膨れっ面になった。あ、招待されてないんだ。そう。今回招待されたのは僕だけだった。てっきりマリにも招待状が言ってるものだと思って電話してみたら、彼女は何も聞いてないという。一緒に行こうよ。アビコって人も一人ぐらい増えてもきっと気にしないよ。僕はそう言って、招待されていないのに、と渋るマリを無理やり口説き落として、今回の旅行を実現させたのだ。もちろん下心があることは言うまでもない。ねえ、島よ。マリが叫んだ。行く手に小さな茶色い塊が見えてきた。あれが僕たちが行く三日月島らしい。
ギザギザの海岸線や切り立った壁などが陰鬱な雰囲気を醸し出しており、リゾートに行くような場所とは思えない。あ、船長さん歌わずに着いてしまった。内湾に入り、船はハーバーに接岸した。僕は桟橋に飛び降りると岸を目指した。マリはヨロヨロと歩き出したが、桟橋の途中でへばってしまった。僕はマリを助け起こそうと戻りかけたが、その時、誰かの気配を感じて振り返った。若い男が岸に立っていた。野球帽を、目深にかぶり、サングラスをかけているので顔はよくわからないが、どこかで見たような気がした。ようこそ三日月島へ。私が阿比古武丸だ。僕と同じぐらいの年の若者は、僕に向かって手袋をした右手を差し出した。僕たちはなんとなく冷ややかな感じのする初対面の握手を交わした。ご苦労だったね。阿比古と名乗った男は船長さんに向き直った。料金は約束通り、君の口座に振り込んでおく。じゃあ、もう二度と会うこともないだろうね。くどいようだが、このことはくれぐれも口外しないように。船長さんは無言でうなずくと、船の方に引き返していった。めちゃめちゃ怪しいじゃん。ちょっと、船長さんは迎えには来ないんですか？僕が慌てて言うと、阿比古武丸は性格の悪そうな笑みを浮かべた。迎えは必要ないんだ。あ、そうか。大型クルーザーかなんかを持っていて、それで送ってくれるんですね。ふふふ。まあそんなところだ。船長さんの船が桟橋を離れて去っていくのを見送った後、僕は言った。他の招待客はもう宿の方ですか？他の招待客？うふふ、くふふふ。阿比古はニヤニヤとした薄笑いを増幅させた。今のところ僕の恋愛変化一切ないんだけど、最初以外は。今日の招待客は君一人だよ。その言葉で、やっと僕はこの旅行が仕組まれたものであることに気づいた。お前は何者だ？まだ気がつかないかな。バカだバカだと思っていたが、やっぱり君はバカだね。マリのお相手にはとてもふさわしいとは言えないな。なんだと？マリの恋人は僕だ。君がマリの周りをちょろちょろしているのは目障りで仕方ないんだ。悪いが死んでもらうよ。僕を殺してもすぐに発覚するぞ。大丈夫。このことはゲームで儲けたお金で僕が丸ごと買い取ったのさ。君の墓場にするだけのためにね。僕はお金と名声を手に入れた。あとは、マリの愛を得るだけだ。阿比古は太いジャックナイフを抜いた。ギラリとした銀色が僕の目を射た。ええ。その時桟橋の上からマリの声がした。ああ、船酔いしちゃった。もう嫌。誰か私をこんな島に連れてきたのよ。今の話聞いてなかったんか、マリ。阿比古の顔がみるみる引きつった。マリ、どうしてここに君が。最初に着いた時点で気づけ。真後ろにいただろう。マリはその声に顔を上げた。あなた、トール。阿比古はしばらく立ちすくんでいたが、やがて、か細い声で笑いながら、野球帽とサングラスを外した。僕は唖然とした。阿比古武丸と名乗っていた若者の顔は、僕の大学でのクラスメート、トールだった。そうだ。僕が阿比古武丸の正体さ。マリが僕と君に二股をかけていることは前から分かってた。君をこの世から消してしまえば、マリの心は僕に傾くと思って、君だけをこの島におびき出したのに。まさかマリが一緒だとは。阿比古。いや、トールは、僕に向かってジャックナイフを突き出した。僕は避けようとしてバランスを崩し、その場に尻餅をついた。すかさずトールは僕に覆いかぶさり、ナイフを首に押し当てた。ふふ、ふふふふ。観念してもらおうか。四つ橋棒太郎くん。四つ橋棒太郎くんか。ナイフの先端は僕の喉の皮膚をすでに薄く切り裂いていた。一つだけ教えてくれ。どうして君は僕とマリがシュプールに泊まった日のことをあんなに詳しくゲームにできたんだい？あはははは。だから君はバカだって言うんだ。あれは君とマリがシュプールに泊まった日のことじゃない。僕とマリが泊まった日のことなのさ。そうだったのか。そうだったのかってなんだ。マリは僕とではなく、僕とだけでなく、トールともシュプールに泊まりに行っていたのだ。死ね。喉に当たるナイフの圧力が増し、僕は目をつぶって死を覚悟した。と、ゴキという重たい音とともに、喉からナイフの感触が消えた。目を開けると、
そこには後頭部から血を流したトールの死体があった。その後ろには石を掴んだマリの姿が。マリ、ボータロウ。マリは僕の腕の中に飛び込んできた。ありがとうマリ、助けてくれたんだね。そんなことよりごめんなさい。私、いいんだよ、もう何も言うな。あとは僕だけを見ていてくれ。マリは泣きながら僕の胸にしがみついている。これでマリは僕だけのものになったのだ。災い転じて福となるとはこのことだ。僕は満足して何度もうなずいた。ボータロウ、これだけは信じて。私決してあなたとトールの二股をかけていたわけじゃないのよ。もういいったら、済んだことだよ。僕はマリの髪を撫でながら純愛映画の主人公になったような気分で海を見つめた。だが僕は知らなかった。マリは本当のことを言っていたのだ。彼女は僕とトールの二股をかけていたのではなく、僕とトールともう一人の三股をかけていたのだ。それを僕は後々思い知らされることになるのだが、この時はそんなことを思いもしなかった。うそーん。こんな短いの。終わった。選択肢なかったしね。はい。というわけでね、ちょっと今日は、やっぱなんか一つの動画で二つの話やるのはちょっとあれだから、一旦ここで切りますけど、またちょっとね、他の話もいっぱいあるんで、それをやっていきます。これはちょっとおふざけ会だったみたいですね。四つ橋棒太郎って、どんな気持ちで名前つけたんだろう、この棒太郎っていう名前。はい。というわけでまた次回お会いしましょう。プライムでした。バイバイ。君の脳に直接届く、モーソルのプライムです。さあ、やっていくんですけど、またね、最初の方から、動くというか、始まります。これですね。早速。はい、ここで B、マリから聞いたのだがを選びます。このゲームのことはマリから聞いたのだが、そのマリからゲームの原作者から孤島の別荘に招待された。一緒に行かないか、という誘いがあった。僕は二つ返事でその申し出を受けた。この旅行はマリを口説くラストチャンスになるかもしれない。そう思ったからだ。また一緒ですね。まあここら辺はね、一緒なんで飛ばしていきます。はい、スタイルがいい、モデルさんみたい。あとされちゃいけない、頑張るぞ。何しろ僕には時間があまりない。やるべきことは今のうちにやっておかないと。ああ、なんだこれ。僕の青春編。また短く終わりそうですね。ねえ、トール。あれが三日月島かしら。マリが、目前に見える島を指さして言った。僕には答えられない。何しろ何の知識もないのだから。代わりに、なんだっけ、舵を握っている若者が言った。若者？うん、小さい島だ。小さい島でマリと共に過ごす。そんな美味しいシチュエーションがあり得るのだろうか。僕の胸は期待で高鳴った。いっぱいいる。船が接岸すると、マリは真っ先にピョンと桟橋に降りた。さっきめっちゃ酔ってたね、前回は。僕はよろよろとその後に続く。よう起こしやす、マリさん、ヨシオくん。血色のいい、背の高い中年男性が、マリと若者に挨拶をした。あ、アビコさん、ご招待いただきましてありがとうございます。あれ、恋愛編とは大きな違いがあるね。マリが会釈をした。ヨシオくんも大きゅうなったな。最初に会うた時は、ちっちゃな赤ん坊やったのに、立派になって。わての膝の上で、しょんべん垂れしたことを覚えてはるか？アビコさんがそう言うと、若者は苦笑いをした。アビコさんはいつ会ってもその話だから。僕、もう22歳ですよ。それにしても船なんか持っとるのか。ヨシオくんの船か。会社の同僚4人と共同で買ったんですよ。すごいね。金がないからこんなボロ船しか買えなかったんですけどね。それでもローンが大変なんですよ。そう言いながらも、青年はまんざらでもない様子だ。アビコさんは今度はマリに尋ねた。そちらのお年寄りは、僕のことだ。マリは僕のことをどう紹介するのだろう。え？
そちらのお年寄り？私の茶道のお友達で、トールさん。孫と二人だけというのも寂しいから、私の方からお誘いしたら、二つ返事でご承諾いただいて。トールと申します。あ、申します。急に一名増えて、ご迷惑じゃなかったですか？待って、おじいちゃん。僕がそう言うと、アビコさんはにこやかに手を振った。とんでもない。マリさんのお友達ならいつでも大歓迎ですよ。このトールという人は、ばあちゃんのファンなんです。若者、ヨシオくんが冗談めかして言った。ははは。おいらくの恋というやつですわ。お恥ずかしい。僕は入れ歯をむき出して笑うと、マリの方を見た。わははは！やだー、やーだー、怖い。これ見えるかな、みんな、この顔。70歳だというのに、きめ細やかな肌のツヤと、みずみずしい笑顔、どこかな。若々しいファッションに包まれた素晴らしいスタイル。ああ、マリ。僕は君を、君だけを見つめている。恋に年齢はない。この三日月島で、僕は君のハートをゲットする。終わるなよ。終わるなよ。終わったー。さすがに短すぎるね。おいおい、結構、グロかったよ。よくこれを何々編としてやったな、一つの終わりのエンドではなく。はい。ちょっとこれでさすがに終わるのはあれなんで、タイトルにね、このピンクのしおりを手に入れてから、なんかね、こうラブテスターっていうのが追加されたんですよ。見てみる？恋愛診断、ラブテスター。ゲームの説明。やべえ、これダメだ。このゲームは2人で遊ぶサウンドノベルです。デートがうまくいくように、2人が息を合わせて読み進めてください。1P が男性役、2P が女性役で操作を行います。自分だけではなく、相手の好みや行動パターンも考えてデートを進めましょう。デート終了後、2人の相性診断が表示されます。はい。これ 2P 言うても 2P なくていいんだよね、多分ね。ページめくりと2人同時選択は、まあいいや。ちょっとやってみようか。一人でできんのかな。始める。このゲームでは二人の相性を占うことができます。ああ、まあこれ書いてあるね。二人で読み進めていくと。女性役が 2P 側って書いてある。積んだね。積んだ。はい。というわけでね、これ、一つで終わるのはさすがにあれなんで、僕の恋愛編とくっつけます。前回恋愛編の最後にちょっとくっつけるのあれかなっていう話したんだけど、結局くっつけます。時間の問題で。はい。というわけでね、また次回、次の編でお会いしましょう。プライムでした。バイバイ。